ブラウニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。サムです。今回ご紹介するのはこちら、ルーマニア軍のミリタリージャケットになります。どうでしょうね、こう見ていただいた感じ、もう冬物のヘビーアウターという印象ありますけども、こちらですね、なかなか素敵な、まあ、ギミックというか、もうね、ミリタリー好きな方ならもうある程度何の話するかネタバレしてるかもしれないんですけど、はい、本編の方で、まあね、どういったお洋服か紹介していきたいなと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。はい、喋りながら笑っちゃいましたけど、こちらですね、ルーマニア軍の、1980年頃から90年頃にかけて、まあ、ちょっと作られたものが、うちのお店で入荷しました。細かな詳細ってちょっとわからなかったんですけど、アイテムとしてはですね、デッドストックです。未使用品になります。でこの未使用品のね、特にミリタリーアウターの、まあ、メリットといいますか、パーツがすべて欠損なく揃っております。なのでこちらのファー、あとはこのコートの、ライナー、そしてこのね外の部分ですよね、はい、こちらのコートと、はい、このですね3つがすべて揃った状態で、販売という形になってます。でこのファーはですね、この襟裏でねボタンついて取り外しができますし、あとはこちらのコートをですね、ボタン、このひよこボタンもいいですよね、はい、結構ねボタンの数は 1,2,3,4,5,6つ、あの小さめのボタン6つついてまして、これ取り外すと中にですねこういったちょっとガーゼ素材のような、ライナーが取り付けられております。でこのライナーをですね今、僕が着用してるんですけど、なかなかねあのライナー1枚でも様になりますね、はい、でこのライナー取ってボア取って、肩はねポレットついてるんですけど、このルーマニア軍の一つね魅力といいますか、ちょっとねくすんだカーキというか、そんなにねゴリゴリのミリタリーした、カラーリングでもないので、結構ねこれは、ステンカラーのりで、このねフロントの肥沃の感じもそうなんですけど、なかなか小ざっぱりとコーディネートしていただけるのかなというイメージ印象でしたね、はい。で今回ね動画3本撮ってまして、着用動画ですよね、パー付きのこのフルセット、あとはこのパーなし、あとライナーだけですね、はい。でこれ着用した動画ちょっとね後で僕も撮った後で見たんですけど、結構ねいい雰囲気ですね、うん、でサイズが46と48っていうサイズが入ってて、着丈感がね、まあ、ちょっとこうレングスというかレンジのような形で、今回、このアウター自体ね長いものと短いものだと10センチ以上着丈感違うんですけど、うちが買い付けたもので言えばだいたい着丈が83、4センチぐらいかな。あの小柄な方でもちょっとね身長高い方とかでも、あのバランスのいいミドル丈かなと思います。肩はね少しどうかな、少し肩ゆったりめなんですけど、袖尺もねそんな長くないので、まあ、180何センチってかなり高身長の方だと、今回の僕の買い付けだとちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、はい、170センチ前後かな、はい、160センチぐらいの方から、170真ん中後半ぐらいかな、
にかけては全然着用いただけると思います。オンラインストアの方にはねまだ、アップできてないんですけれど、ちょっとねこの後、インスタだったり、オンラインストアの方でも順次更新していこうと思っておりますので、ちょっとね気になる方はインスタグラムの DM でも結構ですし、YouTube のねコメント欄も自由に、お返事いただければ嬉しいです。オンラインショップ載せてよなんていう声も全然ありです。言ってくださいサボってるわけじゃないです。ね、こんなとこかな。はい、あんまりね商品の背景話せてないかもしれないんですけど、あと一個忘れてました、すいません。こちらのコートはですね、この背面脇に、はい、ベルトループがついてて、付属のこういったベルトも欠損なくついてます。トレンチコートのように後ろでねちょっと縛っていただいたり、後ろで留めて着るのがやっぱりちょっと気分かなと思います。はい、非常にこうミリタリーウェアなんだけども、ちょっと現代的なファッションとして取り入れやすい、一着じゃないかなと思いますので、こちらよかったらぜひチェックしていただきたいと思います。では、今回も、ご視聴ご覧いただきありがとうございました。この後の動画も、合わせてご覧ください。それではまた。